勃起さん。シーズン5。頭も懐も寂しい磯じまえ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は土曜日ということで、皆さんお休み入りましたね。はい、お疲れ様でございます。ドラムということで、いかがお過ごしでしょうか。今日のこちらの方面は曇りになってますね。そこまで金冷えではないんですけど、昨日の方はすごいちょっと寒って感じだったんですが、ちょっと今日はそこまで寒くはない感じでございますね。はい、さてお休みですね。はい、なんか巷ではなんか連休がずれてね、3連休が今から3連休なんですよっていう人もいらっしゃるみたいなんですが、まあ皆さんは、まあ、土日お休みかなとかっていう感じなんでしょうけどですね。はい、さあ今週末ですね、明日っすか、明日岡山マラソンということで、バンクシャの後ろさんが走りますね。一応その応援ナビっていうアプリで、一応取り込んで吉野さんの名前出てきました。はい、でもうスタートライン立ってましたねアプリ気が早いなって感じなんですけど、さあどうなんでしょうね。完走できればいいなとかって思うんですけど、まあタイムもね大事なんでしょうけど、まあ完走しないとって。なんか高畑さん、なんとかさんってフォロワーさんでですね、男性の方いらっしゃるんですけど、仏具をちょっとこう、なんですか、いろんな作品に書いていく、鉢にしてみたりね、なんかいろいろこうされてる方が、フルマラソンを走り切りました、とか言って、まあ、タイムはガタガタでしたけど、とか言って言ってたんですけど、すごいよね。フルマラソンですよ。だから、42.5km ですよ。素晴らしいですね。はい、ではこの続きはまた後で。パキポキさんのブレーキ。はい、パキポキさんのブレーキ続きですということで、池ではカモが2羽泳いでおります。優雅な土曜日一日お過ごしでしょうか。はい、いやー、しかしですね、だんだん寒くなってきて、夜中に目が覚める率が高くなってきました。あ、カモ4羽いますね。はい、どうでもいいどうでもいい話なんですけどですね。はい、そう、夜中ね目が覚めたりねするんですけど、皆さんはまだお若いのでそんなことはないかと思うんですけど、もうこうこれぐらいのじいさんになってくるとですね、もうなんかちょっとトイレ行きたいな、なんかトイレ行きたいなとかっていうような感じにねなってくるんですけど、うちの親父はすごいです。30分おきに行きますんで、まあ、いつ寝とるっていう感じです寝とるって感じがするんですけどね。だんだんやっぱ膀胱が小さくなってくるというかね、もうそんな感じなんでしょうね。さて、まあ健康診断に引っかかってということで、まだまだ数値が下がりきらないということで、もう1ヶ月ちょっと繰り越しされて、また来月来てねっていう話をされてですね、はい、またちょっと食事制限とかもしてるんですが、なんか今度はなんかそんなになんか下がらないような気がするんだよな。体重がまず変わらんでしょ。で、まあ、ちょっと立ちくらみ系はなくなってきたなとかって思ったんですけど、であとタバコの変数ちょっと今減らしてるんですけど、あれやっぱタバコ吸わったらかなりやっぱり違うかもしれんですね。ただイライラがすごいなっていう感じがですね、なんかこのぼやきもトゲトゲしくなってたら、これああこいつ禁煙しようけんなっていうふうに思っていただければ、ああこれ幸いなんですけどですね、まあ、知らんけどっていう感じでございますでしょうか。はい、まあそんな感じで、まあ、体にいいことをしたとしても長生きするかどうかはわからないっていう感じなんですけどですね、ただなんかこう普段の生活でなんかきついなっていうのがちょっと軽減されるんであれば、やってもいいのかなとかっていうぐらいのレベルで思ってやっております。はい、じゃあさて明日は日曜日ですね。はい、吉野さんの多分マラソンネタは月曜日かな、になるんじゃないかなとかって思うんですけど、なんかまたちょっとこう面白いネタがあればいいなと思うんですけど、ちょっと面白いネタねえじゃんね、吉野さんが突っ転んでもうズボン脱いでもう出してしまいましたみたいな、もろ出ししましたとかってね、いうようなネタであればですね、
それはそれで捕まるかそんなこと言っておりますけども、はい、じゃあ明日日曜日ということで皆さんまだまだお休みですね。私は引き続きザ・マミロですでお仕事頑張ろうと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。テッケ2時。